して、おめでとうございます。昨年はファンの皆様、スタッフの皆様、応援してくれた皆様に大変お世話になりました。ありがとうございました。私を支えてくれた皆様のおかげで昨年1年を頑張り切ることができました。本当にありがとうございました。いろいろな形で私を応援してくださる方たち、それぞれ一人一人に私は支えられて活動ができていると思っています。自分はとても幸せを感じています。今年も私ひなたはめっちゃ頑張ります。皆様には昨年同様よろしくお願いいたします。こちらのお店は名古屋市の隣日進市にある撮影スタジオとくっついてる美容院ムアナヘアさんです。撮影のご協力ありがとうございます。前の日にね、どんな髪型にするのか打ち合わせをして今日向かっています。髪型は後ろの下の方でまとめるシニオンな感じで着物に合わせていただきました。どうですか、やってますか？私とても気に入っています。自分でやるねセットも好きなんですけど、自分で見えない部分もきっちりやってもらうのはやっぱりプロの方にはちょっと勝てないですね。後ろってこんな感じになってたんですね。めちゃめちゃ可愛い。はい、続いて着付けです。まず着物を着る前にこういう長襦袢っていう下着的なものを着て、それから着物を着るんですよね。で、その上から着物を着ます。どうですかこの着物、ちょっとね、私こういうのめちゃめちゃ選びがちなんですよね。こんな感じでめちゃめちゃ可愛く仕上がりました。今年も新年の挨拶動画から着物でテンション爆上がりって感じでした。今回の、新年の挨拶の動画を最後まで見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。